今日はね、12月の24日で、これね、私乗ってるね、トヨタのノアの、助手席のね、オートロックの鍵が、キースイッチで反応しなかったんで、ちょっとバラしてみたら、これがね、鍵閉める、電気部品になってまして、物的にはね、しっかり動いてますんで、今こう、ネジね、2箇所、内部で、こうとここね、止まっとって、で、ここにね、ここのボルトの部分に連結する、ステーがあったんですけど、それがね、ちょっと外れとったんで、それね、今からしっかりつけて、動作確認していきたいなと思います。助手席とかね、鍵、開かないと結構めんどくさいんで、いつもね、手で開けたり閉めたりしとったんで、これで、いけるかなと思いますんで、ちょっとね、組み立てて、また動き出したらね、もう一回取りたいなと思います。ネジ4つぐらいでね、内パネル外れたんで、簡単にね、直ればいいと思います。